まればロシア、育ちは関西、舞台は東京、ピロシキーズです。なんやもういやもう最近ちょっと変えてん、これ。あ、もうなんかもう、俺は気になったわ、今のもうそれはもう気にならんでいいとこやねん。なんかあれやん、なんかよく動画でみたいなやるやつ。そんなキモい顔してないわ、はよ、なんか言えや。今回は、うん、あの、ブラスという、私、ブラスです。わかるわ、それ分かってるわ、みんな。私の、なんかこれまでピロシキーズになるまでの、まあ、生い立ちというか、あの、今までどんな風にしてきたかみたいな、そういった話を、まあ、結構コメントでな、いろいろ細かいこと聞かれるから、もうこれを見たらブラスの全てが分かるぐらいの動画を。全てが分かるの？全ては分からん。これ、全てはちょっとさすがにさらけ出すことはできないのよね。そう、なんか、どこにイボがあるとか、そういう話まではできひんから。人案外ってなるから、やめて。ないです。イボはない。ちっぱる。で、一応、まあそういう話をします。何喜んでんねん。興奮も隠せない。じゃあちょっと見たいから。そう。早速始めてくれ。じゃあ早速私の生い立ちを見ていきましょう。イエーイ。遅い。で、一応、まあじゃあまず生年月日。1992年4月の20日のことでございます。この世に私が産声を上げました。はい、ドーン。あらー、かわいい。はい、何、ま、自分で言ってんの。いや、でももう可愛くない、めっちゃ可愛い。なんかハリーポッターで言うとスリザリンの子みたいな感じじゃない、このなんか難しい例えすんな。難しい。で、なんかね、大きかったの、4000g とかで、4300とか、もうなかなか出てこなくて、まあそんな感じで、そう、苦労して産んだ子です。まあしっかりとね、もうこれ見ていただければ分かるように、もう事前に玉をね、持つっていうようなことがね、できている状態でございます。あ、小さい時から。そう、玉はまだ1個しかございませんが、ちゃんとここにはね、2個ついてると思われます。聞いてないわ、そんな。誰も気にしてないわ。じゃあ次。あ、まあね、この辺もなんかね、こうやっておばあちゃんがね、よく服をね、作ってくれて、これ編んで作った服なのよ、おばあちゃんとかが。やっぱ結構さ、うちと似てるよね、ちょっと。なんかなんか写真がこう思ったけど、色褪せてる感じがね。なんかね、幼稚園とかもね、こうやって行ってね。でもうちに似すぎて怖いわ、これ。でもね、結構ね、これでも金持ちな方の家庭だったのよ。結構なんか茶器とかがいっぱい後ろにもあるけど、見て、なんか人形って、そう、もうね、お人形が好きだったのよ。あ、そうなんや。うん、もうこの時から人形がすごく好きで、なんか将来の夢は歌手とかって言って、なんかあの、おもちゃのマイクでこうってやってた。これは何歳の時なの？これもう3歳ぐらいかな。え、で、日本に来たんが6歳。6歳の時、5歳か6歳か、なんかその辺やったわ。まあ、こんな感じで住んでたんやけども、これ、こういう犬をね、飼ってて。大きいな、犬が。犬がすごい強烈に大きいですけど。これをね、部屋で飼おうってんだから、ロシア人だよね、やっぱり。こんなの日本だと部屋で飼わないよね。熊みたいやん、これ。そうよ、これちなみに一戸建てじゃなくてマンションだからね。マンションでこんな熊みたいなね、犬飼えるんや。うん、もう恐ろしいったらあれしない。で、これちなみにちょっとこの時坊主なんだけども、これなんか全然あの坊主だったわけじゃなくて、たまたまこの時は事故で坊主で、ガムをね、頭につけちゃって。あ、頭につけたんや。え、うちも結構坊主にされてたわ、小さい時。なんでガムつけてたの？え、じゃなくてなんか飲みみたいなの。なんで？衝撃発言。俺は飲みじゃないです。うちは結構金持ってたから、ちゃんとやってます。庭で遊びすぎて。やめて、もう飲みのイメージしかない。飲みじゃないよ、ほんと。この犬はでも怖かったね、この時。もう怯えてるじゃない、だってもう隣で笑顔してるけども。あ、ちょっとなんかでも可愛いね。はい、で、まあ、ちょうどこの坊主にしてた時期やったと思うねんけども、まあ、日本に行くよって言って、新しいお父さんできたからって。私そんな言われ方じゃないや。そう、新しいお父さんできたから日本に行くわよって。なんか古いお父さんみたいな感じやんな。っていう感じで突然日本に行くっていうことが宣告をされ、で、でもその覚えてる、なんか日本に行くって言われた時の。うちはもう日本に来た時すごいもう衝撃やったから。ジャッキーチェーン、全然ジャッキーチェーンおらんやんって。ジャッキーチェーン中国やから、そもそも。でも自分は何やろ、あの、日本はすごいお金持ちの国だって言って聞いてたから、お金持ちの国やと思ってきたね。でもそれを聞かされた真相を
あのその後すぐ知ることになります。聞きたい。金持ちの家やっただけなんですよね、こちら。これ自分とこの船です、持ってる船で。船持ってんの？そうそうそう。まあだからこうやって、あ、まあ日本って最高、金持ちの国最高と思って、ちょっとあんただけやん、それってことやな。あんただけやん。ちょっと坊ちゃま生活が始まった感じ。小学校1年生にはそのまま上がっていったね。あ、こちらもあれ、ボンボンの時代ですね、こちら。お父様の、お父様がこの車を購入すると言い張り、お父様がこの車も購入するって、購入をした後だね、これ。購入したから、こちら。お父さん、車これで走ってんの？まあそんなこんなで、まあ保育園である程度、日本語を覚え、まあこれ普通の日本語の、日本の学校に行かせたらええんちゃうかなっていうことで、通常通り、日本の小学生になりました。可愛くないこれ、ちょっと。ランドセルが日本のやつやん。もう自分で言うのもあれやけど、もうショッタ。ほんと可愛い。このソックスよ、この白いソックスがしっかりと膝下まで伸びている。もうルンルン、ルンルンやね。もうこの時はもうチヤホヤよ、ほんまチヤホヤ。なんかもうだから、あの姫路市ってところに、日本に来てからすぐ姫路市ってところに住んでたから、もう姫路市では多分私が一番外国人では有名人やと思うで。あ、みんな知ってたってこと。そう、なんかなかなかおらんくて、外国人が。だからもうなんかブレス君、ブレス君って言って、まあもちろんブレス君だったりプラス君だったり、いろんな間違いをされるわけやけども、まあそれは未だに続いてるわけで、あのこの間楽屋、楽屋ブロスになってたし、間違ってた、ブロスになってたね。そうなの。まあだから名前はよく間違えられてたけども、うん、こんな感じで、まあ勉強よくしてたのよ、こう。悪そうな顔してる。悪くないよ、もう。これさ、すごい似てるんだけど、チヤホヤ、うん、あれに、あのクリスマスで一人になるホームアローン。ホームアローンっぽくない？これ悪い顔なんかな、ホームアローンな。まあでももうこの頃には本当にチヤホヤされてて、あの自分が可愛いって本当に思ってたから、もうこんな感じの表情で。何これ。これはね、あのね、まあちょっとやっぱり女の子チックなところが多くて、親がもうすでにその時からなんかちょっと女の子っぽいなっていう感じって感じがあったから、もう親がこれはもうちょっと男らしくさせんとあかんっていうことで、空手を学びなさいと。しかもただの空手ではなく、グローブ空手をやりなさいと。ちょっとグローブつけてないねんけど、グローブ空手ってやつを。でもね、もう辛かったこの時は。もうなんかね、先生がね、もうなんかなんやろ、ちょっとそっち系の人なんじゃないと思うぐらい、うぶだぶだ、ずっとだぁ、こらめ、こっちかんかんかんかれ、せんかいみたいな、なんかそんな感じだったね。あー、もう怖い、やだって思ってすぐやめました。すぐやめたんかい。すぐやめました。そう、あの水泳とかに通ったな、その後。水泳は良かったよ、やっぱり。みんなのもっこりを見て楽しんで。お前そん時からもっこり見て楽しんでたの？楽しんでた。怖いわ、そんな小学生いたら。そう、でもいろんなね、なんかその日本のことを知った方がいいって言って、お父さんが結構いろんな、これ琵琶湖に行った時とかかな、ここら辺からでもなんか結構もうブラちゃんっぽい、なんか顔がブラちゃん出来上がってるよね。できてきてるよ、ちょっとずつ、うん、まあでも小学校の卒業の写真、なんかね、あ、これ小学校卒業の時なんや。いや、これ違う、これは琵琶湖に行った時やで。あ、言うこと話聞いてよ、ちゃんと。この後卒業の写真を出します。卒業の写真ってか、卒業アルバム。結構大人になってない？もうね、もうどういう感じかわからんけど、なんかホームアローンやん、これ。どう違うやろ、全然。まあ、でこの後中学生とかになっていくねんけども、まあ、中学校ね、なんか特にね、中学校の写真っていうのはなくて。中学校でもどんな感じやったの？友達は？友達はいっぱいいた。そう、だからまあ中学校は結構みんな仲良くやってた。なんか一番仲いい子たちがすごい多かった感じかな。で、一応なんか合間になんか、まあなんかこれ外国人あるあるやねんけど、ちょっと子供の子はモデルをさせるみたいな、親が。あー、モデルやったんや。なんかちょっとモデルをやってた。今では考えられへんけど、なんか子供の、おー、かっこいい感じ。なんか子供のモデルみたいな、なんか、なんやろ、なんていうの、もう、なんていうかわからんけど、わかるやろ、こういうの。え、わかる。なんか、でもやっぱり外国の方やわ、日本に来ると。そうそうそう。こういうのやらされんのよ、特になんかレアモンやったりとかすると。この頃はもう誰でも。でも、これ結構可愛かったんや。いや、もう、今おせちばっかり。あ、で、こういうね、なんか、コスプレみたいな。なんか、結構。めっちゃリアルやん、でも結構。大きい開きで、なんか何か、何ヶ月間か連続で。結構、コスプレ好きにはたまんない感じやんな。そうなので、結構コスプレも可愛く似合ってたと思うで、この時は。結構リアルな感じやで。うん、コメントとしてはそんなもん。いや、可愛いなもうちょっとなんか欲しいの、もっともっと、なん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 やねん、もっともっ
っとちょうだい。下手やな、やめろや。もうピシャー何がやってんねんっていうね。もうね、下ネタになんとかつなげようと思った結果、こんくらいのレベルにしかなんなかったの。ごめんね、みんな。これが中学校の卒業。様子がおかしいよね、これ割と。日本人っぽいなんか感じで髪染めたりとかして。あ、染めたりしてた。うちも染めた。そう、だからなんかこれはなんか恥ずかしい時代やな、ね、そう、だからやっぱうちもやっぱ見ると自分じゃないものをなんか真似するっていうのは、そう、日本人に憧れるというか周りと同じになって行こうみたいな時期ってやっぱ来るんやろな、みんな。だからこの時はちょっとやっぱおとなしくなろうっていう感じで。おとなしくなってなってないねんけど、自分の中ではなんか周りに合わせようって言って染めたりとかしてやってる感じ。でもあるある、そういう時代あった、うちも。そう、まあ、中学校卒業して高校に上がってニコ生を始めたわけよ。あー、これニコ生の時の写真。そう、なんか割と高校2年生ぐらいかな。なんかなんで急にやろうと思ったの。なんやろな、なんか多分最初はパソコンが自分の家に来て、なんかまだね、パソコンもあんまみんなそんななんかあるねんけど、そう、なんかみんなちゃんと使いこなせてない時代で、まあその時ずっとチッコチッコって検索してたわけやねんけど。検索してた。そりゃそうよ、パソコンなんて届いたらまずね、男子は、まあ、多分自分の場合は違うけども。それお父さんに後で見られなかったの？なんかこう履歴としてなんかチッコばっか出てくるけど。なんかね、1回ぐらいはね、お父さんとかがいる時に検索履歴の、なんていうの、あの検索窓の下にさ、よく検索する窓みたいな、 そこにチッコリーマンとかそういうのが来て、でもなんでかわかんない、なんかそこは特にね、触れられてはなかったんやけども。あ、何も言われなかった、ね、何も言われなかった、その辺は。まあでも絶対見てるやん、なんでチッコ検索してんねん、こいつって。わからん。で、なんか行き着いたのがニコ生で、なんか面白いなって思って、こんな、だから顔出してロシア人で関西弁ぶっちゃべってたらすぐ人気になった。あ、それですぐ人気になった。結構今みんな分かってたりするの。これね、実はね、見えてないようで、この辺に弟ファビオがおんねん、これ放送中に。なんか心霊写真だ。見えへんけど、ファビオの顎がなって、心霊写真みたいな感じやん。まあ、弟とな一緒にやってて、弟が後ろでなんか言ってたりとかして、まあ普通の可愛い兄弟って感じの配信もやってたと思う。うん、可愛い兄弟の。そうそう。で、あとなんかもちろん学ランを着たりとかしたらちょっと人気が出るから、まあ今の YouTuber と一緒やな、やることは。ちょっとなんかこう制服を着てやってみたりとか、まあちょっといろいろやってた、この時。まあ、当時はね、来たらあんまりそんなに違和感ないけど。あ、ちょっと動画もあんで、動画も。あ、動画あんの？そう。ちょっと見たい。放送でやってる時、放送で料理を基本的にやることが多かったのよ。ちょっと再生するな。超高速バイブドデスコって V ら名付けたねんけどな。あー、ドドスコスコスコ、ドドスコスコスコ、こいこい、お尻つった、バリ助けて、お尻つった、ブルシンかってきてって言って。そう、基本的に自分はアホやねん、結構いつもやってることが。で、ファビオが弟がすごいおとなしくツッコミを入れてくれるっていうので、結構こうやってコメントが流れるのよ。前は何をやってんだろう、こっち。ほんと何をやってんの。これを全日本全国に垂れ流してた、こんなのバイブドドスコとか言ったりやったりして、もうダブルダブルだらけやん、みんな受けてるやん。結構人気があったのよ、この時。結構ね、あんまり大きい声で言えへんけどね、儲かってたの。大きい声で言ってないけど、言ってるやん、儲かってたの。儲かってたの。で、その時に、まあ、ちょっと結構東京に行く機会が多くて、そのイベントに呼ばれることも多かったから、だから東京にもう住もうって言って。あ、東京、それで東京に来るきっかけになったんや。それで東京に来たのよ。そう、ニコニコのなんかいろいろやるために。で、じゃあニコニコがあったからの東京ピロシキーズ。そうよ。そうなの。なんかまた運命なんやろな、もう動画撮らないといけないやろな、君は。そうなの。なんかまた声がかかって、まあ、ひょんなことからなんか事務所に所属をすることになり、でピロシキーズに至るっていう。でもな、思うね俺、ニコ生からちゃんと YouTube に移動してよかったなって思う。なんでなん。だって生やで、生。やっぱチューブあった方がええやん。
言ってやったー。